まもなく残り2周回、赤ワンのホームに入っています。先頭は9番の浅井光太、先頭の後ろ9番の浅井光太が占めています。犬虫に蓋をしました4番の酒井を、狙いはどうでしょうか。さあここずっと抑え込んでいって、この位置で勝負するか、犬虫を一旦下げるか。ジャマイの2コーナーに入っています。9番の浅井が先頭、まだ先頭には残っています。4番の酒井、さあ1番の犬虫に蓋をした状態でジャンの3コーナー、さあペース上がってくる。さあこうなればもう9番の浅井の先行か。4番の酒井は1番の犬虫をじっと抑え込んでいます。4番手並走のままレーサー最終周回、先行は9番の浅井光太、その前に先頭にはまだ残っています。2番の金が態度がここで動いて、2番手から先頭を変わってくる。9番の浅井前前に行って、2番の金が短期で叩きました。2コーナーからバックです。1番の犬虫はインコース内内抜けてきて、さあ2番手に踊りました。先頭2番の金が態度、2番手1番犬虫がついて、3番手9番浅井の体勢直線コース、2番の金が先頭、1番の犬虫、さあ捉えるか、金がか1番の犬虫か、両者並んでゴール。3着の9番浅井光太です。7番山口健は切れ目の5番手、2番深谷智博6番手ですが、さらに後ろから8番大川隆二が上昇。さあ大川上がっていきますが、1番の新座はどうか、ペースを上げてここは突っ張りそうです。8番の大川隆二はどうでしょうか、中段に入れるか。4番の松岡も動いてくる。さあ2コーナーからバック、1番の新山突っ張りましたが、4番の松岡が思い切って死んでいって、1番の新山を叩き切りました。新山出して中段の3番手になりました。8番の大川隆二は5番手、2番の深谷は後方の8番手、山口健はその前で7番手でレーサー最終周回、先行は4番の松岡達弘、松岡思い切っていきました。9番の 山田洋平2番手、さあ1番の新山は出して3番ですが、2コーナー手前から発進まくってくる。先頭今の松岡達弘、3番手が1番新山のまくり、全段捉え切るか。3番の稲川翔はぴったりマーク、9番の山田をどうか、3番手踏ん張る。外8番の大川隆二4コーナーから直線、先頭は1番の新山恭平、3番の稲川翔ですが、1番新山を振り切ったか、稲川か、並んでゴール。あと2番の深谷の強襲。残り2周回、赤羽のホームに入っていきます。さあ先頭様の甘すぎ、先頭には外して8番の島川の動きですが、どうでしょうか。3番の増井が突っ張るか、8番の島川も構わず行きまして前段叩き入りました。さあ8番の島川が出ています。9番の故障は中段から中段渡り歩いていきます。3番の増井は9番の故障との並走になりました。ジャンの4コーナーから最終周回、3番の増毛を強引に叩きました。8番の島川崎、一呼吸置いてさらに発進、ペースを上げていきます。さあ9番の腰は中段外へ側から発進、7番の清水が見ている。さあ一発振り上げて、9番の腰はどうか、3番で降りてきた。2コーナーからバックです。先頭は反射島川崎、後ろはもつれている。9番の腰、そして7番の清水が自力を発動、9番の腰を2番で収まって、6番の佐藤武史は3番で追ってくる。4コーナーから直線です。先頭は番手まくり、7番の清水宏と追って、9番の腰は優作ですが、7番の清水振り切ってゴール。7番の清水です。清水が勝ちました。先頭は8番車隅田陽介、7番的場は一旦機体を抑えましたが、機体をこうさっと下げていきました。7番の的場、機体を引かせましたが、後ろの様子を見ながらさらに前に踏んでいきました。赤番の1コーナーから2コーナー、8番の隅田の前7番の的場が叩いていって先制しましたが、これを5番の北井勇気が一気にかましていった。さあジャンの3コーナー、5番の北井がスパート、2番の佐藤慎太郎連れて両者が出切りました。3番手追いかけて7番車の的場近寄り、マーク1番南修司です。注目短期の2人は後方の8、9番手、神奈川最後方から仕掛けていった。1コーナーから2コーナーです。先頭はジャンからドカンといきました。5番の北井勇気です。マーク2番の佐藤慎太郎、中段は7番車的場近寄り追いかけて、9番の神奈川のまくりはどうか。4番手から3番手、鋭く力強く前段詰まってくる。さあ前段捉え切るか、直線コース、先頭5車北勇気、バッテリーは佐藤慎太郎、外から行きました。神奈川タイトを捉え切りました。2着1番南修司、9番1番でゴール。5番の三谷幸6番手、8番手から8番の坂本隆が上昇です。さあ9番の犬伏、少しペース上げましたが突っ張るのか。ラインは2人なんですが、9番の犬伏、まず8番の坂本を合わせました。
1番の清水がマーク、7番の深谷は3番手に乗っていきました。さあジャンマイの2コーナー、7番深谷は足をつかずに3番で追ってくる。さあ9番の井上氏、前側から2車で突っ張り先行を敢行しています。1番の清水博人がマーク、7番深谷は3番手、じっと足を止めてレースは最終周回です。先行9番車井上翔也、準決勝は突っ張り先行を敢行しています。以上の清水博人2番手、7番の深谷富弘3番手、さあ絶好の流れですがどうか。後方から5番の三谷も踏んでくる。2コーナーからバックです。先頭9番車井上翔也、5番の三谷のまくり、合わせて3番手から7番深谷がまくってくる。さあ深谷がまくって前段越えてくるか。4コーナーから直線3番手まくり決まった。7番車の深谷富弘です。深谷が先頭、1番の清水追いすがりました。7番深谷です。深谷が勝ちました。2着1番清水、3着5番の三谷か。さあ前と車間を切りました。来れば突っ張る雰囲気です。7番下の新山、しかし8番の大川も抑えに行きます。7番新山、そのあたりを見極めながら徐々にペースを上げていきます。8番の大川はどうでしょうか。中段に降りてくるかというところなんですが、中段は9番の渡辺がキープして4番手、8番の大川は結局戻って8番手でジャンの3コーナーに入っています。眉毛から突っ張りました7番下の新山恭平、新山の先行です。1番の成田和也2番手、5番の稲川翔短期3番手、9番の渡辺裕太は前と車間を切って4番手、後ろを見ていますが、さあ詰める勢いでまくれるかどうか。1コーナーから2コーナー、先頭は7番車新山恭平、9番渡辺が勝負。さあ4番手詰めていってまくり上げてくる。さあバックから3コーナー、逃げる7番車新山恭平、中段から9番の渡辺のまくり、渡辺のまくりは3番手から2番手、先頭は7番車新山、番手1番成田和也で4コーナーから直線です。7番新山先頭、外から2番の岩本、4番の佐々木も来ましたがどうか。新山か佐々木か。さあ残り2周回、赤間のホームに入っています。先頭4番の三谷隆起、三谷が前で待っています。8番の佐々木号、ここは7番渡辺を制して、さあ先頭取るか。4番の三谷も先頭でペース上げますが、8番の渡辺、佐々木が叩いて先行体制です。3番の清水博人2番手、6番の隅田3番手、さあ後方から7番の渡辺裕太が一気の発進です。8番の佐々木は待っている感じ、7番の渡辺がかましきりました。2番の深谷智弘2番手、以上の新山はこの3番手乗ってきました。レーサー最終周回、さあ7番渡辺ドカンときましたが、以上の新山がまくってくる。追いかける5番の神奈川大東、2番の深谷智弘、2コーナーからバックに入ります。先頭は行きました新山恭平、後続を突き放す。7番の渡辺追いつけない。2番の控えは3番手、5番の金子も行きません。最終3コーナー、先頭1番車新山恭平、7番の渡辺、そして2番の控えが追い詰める。直線コース、先頭1番車新山踏ん張っていく。しかし2番の控えが智弘抜け出して優勝のゴール。勝ったのは2番の控え智弘。